ーケードのヒット作をさらにグレードアップ。前作をしのぐグラフィックサウンド、そして壮大なゲーム展開。今シューティングゲームに新たな革命が巻き起こる。それではフォーメーションシューティングゲームヘラクレスタ2の世界を体験してみよう。ゲームをスタートする前にモードを選択できる。2分、5分のアタックモードは規定時間内の得点を競うモード。サウンドモード、ゲーム中のすべての BGM と効果音を聞くことができる。ではメインモードといえるこのノーマルモードでゲームスタート。ゲームスタート時にフォーメーションデザインができるようになっている。フォーメーション、すなわち分離攻撃は普通に使っても強力な攻撃だが、このデザイン機能を使えばさらに有効な攻略ができるようになる。さあ、いよいよ発進だ。このゲームのポイントは味方パーツとの合体によるパワーアップシステムである。パーツには4つの種類があり、それぞれ特徴的なパワーアップを持っている。そして全てのパーツと合体したとき、無敵の火の鳥になる。合体した味方パーツを分離させ、広範囲に強力な攻撃を行う。これがこのゲームの最大の特徴であるフォーメーション攻撃である。フォーメーションの有効タイムはおよそ10秒、回数は画面下の F マークで表示されている。 F マークはカプセルで運ばれてくるアイテムで補給することができる。フォーメーションはタイミングよく使おう。ヘラクレスタ2にはまだまだ攻撃バリエーションがある。これはファイヤーフォーメーション、フォーメーション攻撃をさらに強力にパワーアップ。フェニックスローリングボンバー、画面中の敵を破壊する必殺兵器。フォーメーションシュートはフォーメーションできない時に使えるリング弾。次々と襲いかかるゾファーの侵略軍、その中になぜか倒したはずの宇宙魔王マンドラーが現れる。戦え、ウィングギャリバー2、マンドラーの逆襲を打ち砕け。
Thank you.